はいどうも白熊先生です、えー、今回もですね気になるニュースについて解説考察をしていきます。よかったらラジオ的な感覚でお楽しみください。と えー、今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、ジャニーズ性加害問題で現在ですね、芸人同士の場外乱闘が起きてるんですね。れは何かっていうと、ラサール石井さんと香港さんがですね、この件についてですね、意見が正反対でですね、なんとネット上で喧嘩してるわけなんですよね。はい。で、どっちかっていうと、香港さんはジャニーズ寄りの発言を以前からずっとしてるわけなんですよね。対してラサールさんはジャニーズを痛烈に批判したっていう感じとなっております。えー、今回はですね、おのの意見を紹介していきながら、 これ果たしてどっちの言ってることが正しいのってことについてちょっと考えていこうかなというふうに思っております。はい。えー、まずなんですけども、うん。 えまずですね、香港さんね、自身の YouTube チャンネルをやっていて、まあ、そこでですね、普段ね、まあ、政治だったりとか、はい、まあ世間のニュースとか、そういうことを切るみたいなことをやってるんですよね。まあ、香港さんといえばですね、もともとはですね、ダウンタウンさんのごっつい感じに出てですね、いわゆる芸人さんって感じだったんですけど、なんか現在はですね、その政治だったりとか、なんか完全になんかコメンテーター業の人になっちゃったっていう感じですよね。別に特になんかお笑いをやってるイメージもないですし、っていうわけで。うん ね、えー、厄介なですね、コメンテーターおじさんみたいな <laughs> 感じになっちゃってますよね。はい。で、えー、そんなですね、うん。 えー、この香港さんがですね、自身の YouTube チャンネル、香港のちょっと待てっていうのがあるんですけども、そこでですね、ラサール石井さんに反論したわけなんですね。はい。で、ラサールさんはそもそもじゃあどういう意見を言ったかっていうと、Twitter でですね、こう書いてます。タレントに罪はないと言いますが、交渉を契約しているのは事務所なのではと、それが問題だと言われてるんですが、だってマネージャーがスケジューリングして付き添いもするんでしょまさか社員にも罪がないなんて言いませんよね。というふうに綴ったわけなんですね。はい。まあ、つまりですね、 何が言いたいかっていうとですねその社員にはもう罪があるでしょってことを言ってるわけですね。ラサールさんからすると、うん はい。まあ、つまり、その、性加害をしていたね、えー、ジャニー北川さんだけが悪いんじゃなくて、ね、そういうのを分かってて見てみ、見ぬふりしてきた社員たちも含めて悪いんでしょっていうことを言ってるんですね。はい。だからこそ、社員にも罪がないって言いませんよね、というふうに言ってるわけなんですね。はい。まあ、確かに実際問題ですね、その性加害を受けたですね、子たちが当時ですね、社員さんにね、えー、その相談したらですね、これを、えー、耐えればですね、ちゃんと仕事もらえるからとかですね、ちゃ逆にチャンスじゃないか、みたいな感じで、周りのね、社員の大人たちも誰も 助けけてくれななかったわけなんですよね、まあ、だから、社員組でやはりですねそういったことをしていたと。ね、要は事務所がみんな一枚岩で全部分かった上でそういうことをしていたっていう部分があるわけなんですよね。はい、だからそういうのを踏まえて、まあねえー、ラサールさんはですね、社員にも罪はないなんて言いませんよねっていうですね、ちょっと嫌みったらしい、ちくりとする感じのことをですね、えー、ツイッターに投稿したわけなんですね。でそれに対してですね、えー、香港さんはですね、えー、そのラサール石井さんのことについてですね、はい こう言いました。俺はタレントには罪はないと思うんですけども。って言うんですね、はい、でさらにこう言います。こういう風に後出しじゃんけんっていうのもね、少なくとも俺よりか年齢が上でそういうの詳しかったと思うんですよね。東京の方で活動されてね、耳にした、そしてもっと詳しいことも俺より知っていたかもしれないのに、それがもう亡くなった方なのに叩いてるというね、本当にこれこそおぞましいということでありまして、その時はヘコ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 ,ヘコしとったと思うんですよっていう風に言ったんですね。はいまあ、つまりそのラサールさんは東京にいるだけ って自分よりももっとこのジャニーズの性加害について知っていたはずだと。はい、で当時、北川さんが生きている時はヘコ,ヘコ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 していたくせに死んだ瞬間にこういうふうにネット上で、ね、まあ、批判するのはですね本当におぞましいということを言ってるわけなんですね。はいで、えー、とですねこのねタレントには罪がないという主張についてですね改めてないでしょうという,ふうに明言しました。親方が何何やってたっててたいう何 何や,ってた何やってたかっていうのも知らんかってんからと現場で耳にしたか知らんけど現に見たんかってということですね。はい で、えー、さらにですね、そのラサールさんがツイッターで言ったですね、交渉を契約しているのは事務所なのでは、それが問題だと言われてるんですかというふうに記した件についてですね、だから交渉しているのは事務所、でもその事務所の従業員の方にもね、これね、ほんまに、えー、組長と構成員の関係やと思っとんのかなとか思うんけどね、いやいや違うやんと、申し訳ないけど、犯罪組織みたいに言うのをやめようって思ってんねんというふうにね、このラサールさんもほんまにというふうに言ったんですね。うん そうまあ、だから言ってみたら、ですね、えー、その香港さんからするとですね悪いのはそのね、えー、ジャニー喜多川さんだけなんであってその現場の社員とかまで一緒になって悪い要は言ってみたらね犯罪組織みたいなそういう言い方するのをやめろってことを言ってるわけなんですよね。はいでさらにですねラザールさんがまさか社員にも罪はないなんて言いませんよねっていうふうに記したこの件について香港さんは社員に罪もないやろ、それはそうやろだって思えへん、知ら,ねん,知らんねんからというふうに話しているわけですね。はいつまり2人の 言ってるることとを総合するとですでね何が相違点としてあるかっていうと、まずはその、えー、ジャニー喜多川さんが悪いっていう点は、香港さんも、えー、そのラサール石井さんも共通なわけですね。で続いて、そのタレントに罪がないっていうことですね。はい、ここもですねお互いの共通的なですね、まあ、認識なわけですね。ラサールさんも香港さんもタレントには罪がないというふうに言っていると。はいまあ、ただです、ね、ここからが違うんですよ。ここからが違うんですけども、ラサールさんは社員も悪いって言ってるんですね。はい、要はその会社自体が悪い。もうジャニー北川さんだけじゃなくて そこで働いてる人たちも分かってやっててやいただからそいつらも悪いと。で、対して、香港さんは社員たちは知らんかってんからと。ね。はい。知らないんだから、社員には罪がないんだっていうことを言ってるわけですね。うん。って感じで、2つの意見がですね、まあネット上でぶつかってるっていう感じなわけなんですけども、うん。はい。えー、っとですね、僕ね、じゃあこれを見て何を思ったかっていう話なんですけども、うん。 いやー、香港さんもね、なんかと炎上系 YouTuber みたいな感じでね、なんかすっかりなっちゃったなっていう気がするんですけども、いや、僕が思ったのはですね、うん、いや、社員も悪いだろっていうふうにシンプルに思いますね。はい、シンプルに思う。うん。いや、もちろんね、もちろんですよ。もちろん、その社員の人たちもですよ、ノリノリでその件をやっていた人もいないと思うんですよ。要は、その、なんていうのかな、本当は心を痛めて、ね、いやー、こういうのってどうなのかなって思いながらも、言ってもそのね、会社の中のさ、歯車の一つなわけじゃないですか、言ってしまえば。で、ジャニー事務所上の人なんてめちゃくちゃ怖いし権力 持ってる人たちなわけですよそういった人たちにさ、逆らうことなんてなかなかできないわけじゃないですか。言ってしまえばね。うん。例えば、じゃあ、これって普通の会社でもそうだと思うんですけども、社長だったりとかが何かを水増し請求したりだったりとか、献金もらったりとか、まあ、どんどん悪いことしてはしましょうよ。ね。やっぱり部下からすると、なかなかそれって言い出せないと思うんですよ。正直言って。うん。分かっていたとしてもね、うわぁ、うちの会社悪いことしてるなぁって分かってるけど、でもそれをさ、ただの一社員である自分がね、なんか、 ね、ちょっと待ったっていう風に言い出すじ、ね、勇気もやっぱりなかなかないと思うんですよ、ね。だから心を殺してね、本当はこれどうなんだろうな、うん、いいのかななんて思いながらも、まあでも言えないしな、うん、もう俺みたいなやつは、ね、仕事とかまた探すも大変だし、まあ、言うこと聞いてやるかみたいな感じで、まあ、やっていた可能性も確かにありますよね。はいまあ、だと思うんですよ。うん そういうパターンもね、あくまでパターンですよ。そういうパターンも中にはあるし、逆にジャニー北川さんのね、えー、剣を全く何とも思わずにですね、ああ、頑張って頑張ってね、抱かれれば全然仕事増えるからっていうふうに、もう本当何も考えず言ってた人もいるんですよ、思うんですよ。多分いろんなタイプがいると思うんですよね。いろんなタイプが。うん。まあ、ただね、ただ結局、いろんなタイプはいるかもしんないけど、世間から見たらこんなん同罪だよってことなんですよ。皆さん。ね。世間から見ると同罪だよってことなんですよ。はい。ってことだと僕は思うんですよ。うん。 だってそうじゃないですか。ね。例えばなんですけども、じゃあ学校でいじめ事件がありました。で、そのいじめ事件を、なんとか社,社,社長が、えー、じゃあ校長先生が隠蔽しようとしていたこともバレてしまって、大炎上したとしましょう。はい。そしたら、じゃあ、その学校の中に、そのね、子供のた、そのね、問題、問題となってるというか、重宝、いじめられてる重本人の生徒の担任ではないかもしれないけども、その子がいじめられていたことを知っていた先生も中にはいたはずなんですよね。じゃあ、その先生も、ま、隠蔽を一緒にしてきた わけじゃないけど、ずっと見て見ぬふりをしてきただったりとかするわけじゃないですか。じゃあ、その先生は全く悪くないのかって言ったら、いや、悪いでしょって話なんですよね。悪いでしょって話なんですよ。うん、もう、だから、僕は何を思うかっていうと、要はその罪の大小はありますよね。 ズミの代償は、それこそ、さっき言いましたけど、ジャニー北川さんが一番悪いわけだから、それに比べたら、本当はこんなことしていいのかって思いながらも、でもやっぱり上に逆らうこともできないし、粛々ということを聞いて業務をね、全うしていた人の方が圧倒的にジャニーさんよりは悪くないと思うんですよ。ね。でも、悪いのは確かなんですよ。悪いのは確か。はい。 ね、量が違いと、悪さの量がね、大小の違いがあれど、悪いのは一緒なんですよ。だから僕はその香港さんがね、えー、完全にね、はっきりと社員は悪くないんだっていうふうに言い切っちゃうのは、それはどうなのかなと思いますね。はい。それは、うん。言い切っちゃうのも違くないっていうね、そんなゼロか100かの単純な話じゃないんですよ、これって。はい。 なのったら今回の件ってメディアも悪かったりするしそれが分かっていて CM をね依頼していた企業も悪かったりするし今,今回の一件ってみんながみんな悪さの代償レベルは違えどみんな悪いんですよ言ってしまえば一人たりとて真っ白な清廉潔白な人がいないのが今回のジャニーズ問題の根深さなわけなんですよねはいでそういう中においてね全くもって悪くないんだ一つも悪くないなっていうふうに社員は何も悪くないっていうふうに言い切っちゃうのはそれはどうかなって僕は思いますけどねだってそんなに言い出したらさ さっき言ったジャニーズニアの方がね昔そのジャニーズのね社員の人に助けを求めたりとか相談したら、ね「いや頑張って耐えればこれで仕事増えるよ」って風に言ってきた人がいるって言ってるわけじゃないですかじゃあその人も悪くないんですかってなっちゃうからね。うん なっちゃうし、何よりね、香港さんは知らんかったんだからって言ってるけど、いやいや、その人は知ってたでしょって話なわけだよね。知ってたから、そういうこと言ってきたんでしょってわけだから、うん。いやだからね、その何なんですかね、このジャニー、何なんですかね、香港さんのこのジャニーズ寄りな意見っていうね、どこまでもやけにジャニーズ寄りな意見をずっと言い続けてるんですよね、うん。 はい。まあだから、香港さん多分こういうスタンス区でいるからこそ、逆に言うと、ジャニオタさんからですね、えー、世間のジャニオタがね、今ね、めちゃくちゃね、香港さんの子支持してるんですよ。香港さん頑張ってっていう風にめっちゃ言ってるんですよ。SNS 上とかで。はい。だからね、まさかのですね、ジャニオタの人たちのですね、声援をですね、全部背負ってですね、香港が代表者として戦ってるっていうですね、このわけわかんない状況がネット上に出来上がってるっていうのが現状なわけなんですね。はい。えー、というわけでね、今回はこの辺で終わります。この辺にちょっとも共感してくださった方、よかったら、高評価、チャンネル登録、コメントありましよろしくお願いします。どうもありがとうございました。